久保さん、今回平和ボケにしましょうか。聞きましたよ。軍城すかいやね、まああのスライドショーでね、あの映画のシーンが、なあの画像があったんですけど、うん。まああの、僕はまあこれというか、この動画をアップした人の、ちょっと説明欄に目がいってしまったんですけど。<laughs> 国も国民を平和ボケしてると、世界がたら足ない嘘のない国を目指してほし、そう、わがまま総理はいらないと。<laughs> うん、まあ本当平和ボケはしてると思いますね。間違いなく。うん、なんか特にやっぱね、僕はビジネスでやってて、それは本当に思いますよね。ビジネスも戦争なんで、まあライバルも出てくるし、まあ熟成さんがライバルになるし。 うーんなんですかね、あのー、かつ、勝たなきゃ、まあの死、死が待っている、給料ないので、給料自分で稼がないといけないですから、だから失敗は許されないんですよね。まあ失敗したとしても、次結果出さないとだめだし、次結果出,出なかったら、次また絶対結果出ないといけない、出さないといけないみたいな、まあこの、ずっとずっと失敗してたら、無理なんで、やっていけないですから。 だから、どっかで失敗はするかもしれないけど、どっかで100%結果出さないと、あの、給料なくなりますからね。ね僕がなんか一発当てて仮想通貨で100億円とかね、入ってれば別にもう、あれですけど、<laughs> 僕はすいません、送り人じゃないので、当ててないですからね。でもやっぱね、まあ僕も、あの、サポートしてて思うのが、 やっぱや、なんすかね、サラリーマンやってる人がやっぱ多いじゃないですか。まあ、それはそうなんだけども。やっぱ、給料入ってくる。うん、その、やっぱ、安全地帯というか、うん。なんか、生きるか死ぬ,死ぬかの勝負というかね。まあ、そういう勝負ではないじゃないですか。もちろん、ね、会社で働くことも大変ですよ。大変なんだけども、 その結果はそんなに求められないんですよね。まあ営業職とかだったらそれは求められると思うんですけど、それは職種でね。例えば事務の仕事してて、ね、なんかその、あんまりそこは関係ないじゃないですか。そのルーティーンでやるべきこと、事務作業をする、終わり、給料入るっていう話なんで。うーん。だからビジネスやってると、別にやることやったとしても、例えば日々動画を撮るとかね、まあ当たり前のことやってても、別にじゃあ絶対売れるのかっていうと、絶対ではないですよね。 <laughs> うん、でも会社に日々行ってればもうほぼ絶対給料入るじゃないですか,だかそこがやっぱ大きな違いかなと思うんですよねでまあそのそこの安全地帯にいた人がこの戦場ですよねビジネスっていう戦場に出た時にやっぱりあのくたばっていくっていうのがやっぱ感じますよねうんでもなんかそのマインド的に考えると なんか確かにいろいろ大変なことはあるんだけども、やっぱどこと差別化するかっていうかどこ、どこと比較対象するかっていうのは結構僕大事かなと思うんですよね。まあ動画の本数とかもそうなんですけども、僕が一番最初比較対象したのが、やっぱ堀江さん。あのライブドアを作って時価総額何千億だみたいな、まあかなり知名度が、まあ僕なんか IT バブルで堀江さんずっと見てましたから、その堀江さんも YouTubeQ&A、堀江門 Q&A1000 本ぐらいやってたし、 ヒカルんが、何ですか、あのーあ、ゲームチャンネルで7000本ぐらいアップしてたし、なんかまあ、ね、結果出してる、成功してる人はそれぐらいやってんだから、まあ自分、何倍やんないといけないんだ、みたいなね。<laughs> そう。思いましたけどね。うん。でもなんか多くの人、1本やるだけで PP 言うじゃないですか。かどこ見てんだろう、みたいな。 つ辛いっていうところも、ね、この特攻隊で戦争とかでこう巻き込まれたその青年たちの気持ちに比べると辛いって自分の辛さってどうなんだろうっていうねだそう考えると何ですかね、まあ、確かに現実はね今戦争やってねえよって話なんだけどもやっぱそ,のいそれを比較できるようになるとすごくなんかちっちゃく見える。 今は大きく見え,見えるんだけどもそれを比較することによって小さく見えていく小さく見えるから乗り越えやすくなるっていう話ですよねうんあ,あすげえ大事だと思いますけどねうんどこと比較するのかっていうい、うん、ってらっしゃい